今日はライブの、ライブじゃないわ、ラジオなんですよ。ミコピンと離れました。今日はラジオ4時半まであるので、そしてまた明日もライブがあるので、ここです。今日めっちゃ E が関わった。さっきケータリングでいただいたものとお弁当を食べました。なんかちょっと私がちゃんとご飯食べたりケータリング食べたりしてるのを見てメンバーが安心するんですよ。太らないようにしなきゃ。ユミリンと仲違いしてないけ。お風呂ためちゃった。ナイス、思い出した。こんばんは。疲れてた。私今日どうだったんだろう。なんか自分を客観的に見ることが今日ではまだ余裕がなく不安だった。今もなんかどうだったか気になる。今日めっちゃ怖かった。嬉しい。メンバーになんか輝いてました。事実感にめちゃ売れてる。嘘、本当に。あ、見た側が。でもここでさ、まださ瀬戸利の話とかしたら聞かんようにしとったのにとかさ思ってる人がいるかもしれんけどさ、言わないとか言わないでおこう。なんかさ、20歳になったらさ顔がさスッとなるって言うけどさ、もともとさ丸直したい顔を。ちょっと可愛くなりたいね。っていう初日の感想。何それ。で今日は手話ジャーニーの、ちょっと言わんとくわ。あんみだましさん、タワーありがとうございます。ペンがない。みんななんでそんなに優しいんだろう。ノーペン、ペンがない。なんかいい顔してる。
眉毛が変わってきてね。今まで仕事ペンがあって、紙もあって来ました。タワーありがとうございます。ちょっと Thank you。 あ、みなおじいさんタワーありがとうございます。え、公演予習する派ですか、しない派。今日ね、緊張したんよね。緊張した。緊張したし、なんか どこまで 言ったら、何の曲したかい。楽しかった。あ、アフタートークね。アフタートーク出たんよ。もともと、あ、そう、アフタートーク。緊張してるようには見えんかった。ぽちゃん、ぽちゃんって聞こえる。水盛りみたいな。待って、この後ラジオがあるんですけど、体力がなさすぎて。しんどい。でもなんかやっと、なんか、よかった、新公演が無事開幕しました。野球みたいに言っちゃったけど、嬉しい。なんか結構、なんかね、この7月はなんか5周年もあったし、なんかその、まあ今なんか舞台とかもあるし、なんかライブ、この日のライブのなんかためにも、なんか結構なんかあの、なんか頭がいっぱいで今うん、なんか、最近思う、なんかね、なんかすごい楽しくて、なんかでもほんいっぱい、なんかいろんな場があるのはいいんだけど、なんかなんか本当に、なんて言ったらいいかな、自分がなんかさ、これでいい、なんか本当にちゃんとこれでいいんかなって、なんか一個ずつ、なんかこう一個ずつ終わっていくたんびに、なんか本当に中途半端じゃなかったかなとか
え、なんか全部ね、結構いつもなんかね、本当に中途半端で、でもずっと楽しみながらできるので、え、なんかね、でも楽しいけんほんまに嬉しい、自分に合っとる、混乱してるけど冷静なんだ、なんかそういう新公演ではなんかそれ考え、歌詞とかがいちいち心にすごく響いてきて、なんか忙しかったです、気持ちが。あ、今日も一日が終わった、え、明日何があるんじゃろ、なんかいつもと雰囲気違う、あ、髪がね、違うんですよ、なんか前髪作装中、作装中で、楽しかった、MC も良かった、嬉しい、 MC お母ちゃんが色っぽくなっていく、おお、それはそれは、え、嬉しい、多分ね前髪で変わるんだと思う、前髪で変わるんだと思う、お昼の公演ではおしゃれな前髪みたいな感じだった、夜はちょっと流してる感じ、こんな感じいいですか、うん、でも明日も明後日も、うん、明日もどんな髪しようかとか何も考えてないけど、暑くて ここでとばかりにみんながすごい褒めてくれて嬉しい、結べるんよ今の長さ、時計だ、びっくりすると思うけど、褒める方にポニーテールをしたことあるけど、興味がある、どう、私じゃないみたいじゃない、
大人っぽいポニーテールだった。女子みたいでね、もともと女子なんだけど、え、スポーティーになる。でも普通のアイドルだったらここに残すよきっとね。イメージ変わる？ゴムがないけど。まあ髪切りに行くんだけどね。行っちゃうんだけどね。変わる？マジでポニーテールで調子乗ったき痛い、マジで痛い痛い痛い、ジーンときた、やばい。ポニーテールでみんながね、いいねいいねって言ってくれる傾向やって近づいたら行ったジーンってなった。マジで治りました。え、でも私が伸ばしてたらどうする？私が伸ばしたらさ、なんか悲しいよ。伸ばさんよ。肘は大事にしよう。伸ばしてアレンジしたら、でもね、ハーフアップはできるの普通に。それでそれでよっけ、ほんまに。今めっちゃドライヤーが長い。今あの、え、明日の髪の毛どうしよう。もうツインテールでこんなに伸びたんじゃん。もうちょっと長かったよね。確かに押さない。それでいいってなる。どれどれ、リアル静香ちゃんじゃない子供じゃない、メイちゃんでもないですけ。ハーフアップは怖いですよ。昔やったことあるよ。京都の子がね、なんかね、でも切るけ、8月1日に切る予定で、おる。全員ツインテールにした。ごめん、あった、え、全員ハーフツインテールでっていう、うん、あさってじゃん。そうじゃね、すぐよ。日付も決まってるよ。タイムリミットも決まってるよ。次元リオツンが穴子投げてる。え、リオツンがいるの？ほんとじゃん。え、本物？リオツン本物？これ、研究生のリオツンがショールーム見てくれてる。
ちょっと面白いこと言わんといけん。マジで痛い。なんかこうポイントをこう当ててしまう。ありがとう。面白くない。痛い。こっちは面白くない。悲しい。みんなが私が痛い思いしてるの笑ってから。疲れたっていうか今日めっちゃ髪の毛にスプレーして、体張ってそういうのじゃないってやめて。え、ケープの紫です。そう、リオちゃん参考にして。いや、せんといて。怪我だけはせんといて。メンバーが傷ついたらやだ。今日あのこの、あ、このペットボトル、まあ口が広いんじゃけど、これ口が広いんじゃけど、これあのこのねで飲むじゃん。あのなんていうこう普通に。でそしたらあの急いどるメンバーがこう横を切った時にこうちょっとこうって当たって、このまま水が全部入って溺れて、溺れたいよマジで。でなんか鼻にみたいになってなってるんだけど、逆にあの周りの方がもっと大変なことが起きてて、誰も気づかずにただ一人だけなんか、ま、誰も見てなかったよ。マネージャーさんも見てなかったし、他の、ま、メンバーも誰も見てなくて、ただそっちで急いでる方が大変すぎて、私が一人でなんかそれがすごい寂しくて、でも恥ずかしくて、なんか今日一日消化できんかったけここで喋った。これですっきり浄化され成仏できました、今日の悲しい出来事。え、めっちゃ悲しかった。なんかさ、こうメンバーが見とってなんか笑うとか笑い話とかさ、なんかマネージャーさんが本気で「え、大丈夫?」とか言ったら「全然大丈夫です」とか言う流れもなく、普通になんか「はっ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 」みたいな。寂しい。もっとみんながおる場所で溺れればよかった。みんな話しかけてくれるし、メンバーも。メンバーが空いてくれるし、してくれるし、マネージャーさんが心配してくれるし、今度またみんながおるところでやってみよう。うん、ただかわいそうだった。え、でもそっちの問題がね解決できてよかったです。うん、わざとやる、誰にも当たられてないのに溺れる。持ってるね。いや持ってない、全然持ってない。いやむしろ全然持ってなかった。運悪すぎて一人で溺れたん。ちょっと、そう、このね、これがね、なんか口が広くて、普通のだったらさこうつけるんだけど、これはなんかいい感じの角度でこう飲むの。みんな汗すごかった。え、めっちゃね、サントリーの天然水バレた。誰が当たった、え、誰が当たったんじゃろ。走って行ってるメンバー、え、わちはこう普通に優雅にこうほんまにただ普通にこうやって水飲んどったけ分からんのよ、このこうやってっていう感じで。まあでも気持ちよかったっけ、よかった。え、この服よ。
この服もう乾いた。やばい。マジで鼻に入った。あとあのそう鼻に入ったのが多くて、あの今日の朝に歯磨きしてたら、歯磨きしててなんか歯磨きでぐじゅぐじゅペーするときに、そのぐじゅぐじゅペーの仕方が独特なんだけど、なんか水圧がなんかね、水を出したらなんか最初なんか緩やかっていうか超弱めの水圧で出てきて、急に水圧がバッてなんかねなって、水圧が急にめっちゃ本気出し始めて、なんかめっちゃ顔にかかって、それがすごいなんかもうなんか朝で嫌で、もうほんまに嫌だったよ。それがもうその水圧が朝だったのが嫌だった。そのリハーサルの前に朝顔にすごい水がかかって、水圧がいけないよあれは、マジでほんまに。てかなんかそのなんか近くにトイレがあって、トイレとなんかそういうトイレの兼ね合いで水圧が変わったんか分からんけど、水圧がすごい一気に来て、朝顔にすごい水がかかって、もう嫌だ嫌だって言いながら、あのメンバーに何があったんって言って、顔に水がかかってすごい嫌な気持ちだったって、嫌だ嫌だってずっと言ってながらリハーサルが始まりました。全部水圧が悪い、ほんまに気をつけた方がいいよみんな。朝水が顔にかかったら悲しい。これ一気に飲むね。誰か突っ込んでくれた。なんか誰も、みんななんか、あかわいそうじゃねとか、まあ、これはゆみ子だったり、なんか葵ちゃんだったら、おう、みたいな。なんでっていうか、喉乾いたけ。普通に、一気に飲みます。みんなも水分補給して、ショールーム私飲みながら。この水ってどこに溜まりよんじゃろ、めっちゃ気になるんだけど。出た、ここじゃ多分水が今ここにある。いやこぼさんきえ、やめて。溜まった、ゲップしないで山手線。いやこれ、ね、炭酸とかじゃないけど、水ここに、なんかでも水が揺れてる感じがする。水が揺れてる感じがする。この後にどこに行くんだろう。水、金魚、変な子、胸には溜まってない。なんか気持ち悪くなってきた。なんかそのなんか内臓を考えて、どこに水とか考えたらさ、ちょっと
やめよう、こんな話。自由研究したい。え、私自由研究したい、マジで。変なこと言われないなんだけど。え、小学生の頃自由研究何した？みんな。え、私何したかな。月と人体の不思議、朝顔の観察、自由研究、違う、すっぽんテーマ、天体観測、かいわれ、図鑑丸写し、働く細胞知っとる。働く細胞のねコスプレ持ってますよ。なんか舐めくじはなぜ塩で溶けるのか。え、まず舐めくじが必要じゃん。私がやったのは月の観察。月の観察をしました。毎日6時に18時にその何月何日って書いて、まあやっとったんじゃけど、そこではなんかいつも書いてるんだけど、それって調べたら全部出てくるんよ。っていうことを知ってしまってね、観測し始めて2週間ぐらい経って、月の満ち欠けで、それで2週間調べたら毎日この日はなんか、なんとか、なんとか、かんとかっていうのが分かってしまうことを知ってしまって、え、この今までの2週間は何だったんやろって思って、まあそこはもう全部映したんじゃけど、こうやって月は30日で、え、30日だっけ、ほら全然入ってない。多分ね、このね、ネットっていう時代がなかったらさ、本気でその満ち欠けを勉強して、今でも多分頭に入ってるはずだけど、今頭に入ってないもん。次月は30日ぐらい、30日ぐらい計算で出るの。約30日ぐらいか、30日ぐらいで、まあいろんな種類をなるみたい、いろんな種類になるみたい。まあでもそれがさ、今さなんか頭に入ってるって、頭に入ってるかどうかって言われたら、役に立ってるかって言われたらどうかって言ったら、まあ STU でこういう時にお話できることが役に立ったなって思うことかな、かな。もう一つは氷の実験をしました。氷あるじゃん、氷を牛乳パックの、なんていうか、牛乳パックの殻に、殻っていうかそういう終わりに、牛乳パック飲み終わりの殻の
パックをパックの中に水入れて氷にするためにあの冷凍庫に入れるんじゃけど、冷凍庫に入れてその取り出してパックを破って氷を作って、その上に軽いものとかいろんな、まあ、キーホルダーとかなんか何でもいいんじゃけど、いろんなものを置いて、その夏じゃけちょっとずつ溶けるんじゃけど、その重さによってなんか氷が溶ける速さが違うんよ。確かほいでそれで なんかどれが重いか分かりますよみたいな、あ、材質か、材質じゃ、もの重さと材質もうちょっと頭に入ってない。でもそれがすごい楽しくて、そう楽しくてなんかずっとやってた。あのミッキーマウスのなんかこういうフィギュアじゃないけど置物があったんだけど、それを置いて、まあ、1時間経ってみたら、まあ、結構フィギュアが沈んどってっていうのを見るのが面白かった。あとはね、忘れた、何だったかな、ペーハー紙、アルカリ性か酸性かをあの見極めるやつなんじゃけど、なんかそのペーハー紙を買う、あ、リトマス紙、 pH 紙、pH 紙、まあ、リトマス紙試験紙があるんだけど、それになんか何が何かって調べるために、まあ色が変わっていくんだけど、なんか醤油が酸性かアルカリ性かってなんか気になるなと思って、なんかアルカリ性だったらなんか赤、オレンジ色から赤になったり、酸性だったら薄くなったりみたいな、まあ、そんな感じなんだけど、でなんかそのペーハー紙を醤油に入れたんだけど、もう茶色にしかならんくって、もともとの色が茶色じゃけ、もうどう頑張っても茶色にしかならんくって、あの一番最後に醤油のペーハー紙の実験結果 その熱を貼って、醤油の色は変化することができませんでした。もし気になる方は調べてみましょうって、あのその自由研究の何ページもバーって作るんだけど、それに最後の締めで書いた。めっちゃ覚えとる。茶色だった。え、あれどう、え、どうやったら分からん。またなんかって上手じゃろ。そう、落ち着けた一番最後に。だってみんな思うよね、確かに。え、醤油ってどうやってやる気なんこの子、茶色は茶色やろってか思うじゃん。え、醤油って酸性なの、衝撃の事実。
でもアルカリ性と酸性あんまり分からん。いや天井いない。え、今実験何したいかな。イモリとヤモリの違いを研究したい。まあ、自由研究じゃけ何でもいいじゃん。最近なんかね、そういうイモリかヤモリかどっちかわからんなんだけど、それに出くわしてで拾ったんですけど、その子お腹が赤くて、あの水の中だった。イモリ、そう、こう拾ってあの見たらなんか赤で、え、イモリ、サウナ、え、イモリって毒あるの？ごめん、急にあこび出た。イモリ、ヤヨ、ヤモリ、え、あんまり触らない方がいいの？え、うん、驚きからのあく、急にスイムが来た。え、待って、イモリはイモリは可愛くて、マジで、めっちゃ逃げる。こうやってこうやってやってた。こうやって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 、おお逃げる逃げるって、こうやってこうやってこうやって、すごい遊ばれた。ねえ、触らんようにするわ、気をつける。食べんよ。子供の頃毒あると聞いた腹赤いイモリ。え、待って、それだわ、絶対にそいつだわ。え、何の顔もなしに私に近づいてきたのに、あの子。え、いや川におった。嘘じゃろ。え、もうそんな悪気もない顔してきたよ。普通にキチキチキチって感じで、ひどい。で、最初オオサンショウウオかと思った、マジで。え、オオサンショウウオウオウオサンショウウオおるやんと思って捕まえたら、え、めっちゃ赤くて可愛いって思って。今夜お疲れ様でした。ありがとうございます。オオサンショウウオ、オオサンショウウオ、こういう感じ。あの爬虫類ね、もともと苦手だったっていうか、あの爬虫類に普通に接触してきたことがない人生だったんだけど、初めて爬虫類をこうとのご対面が、バンそれぞれっていう番組で、なんか目隠しして爬虫類がいっぱいおる部屋に連れて行かれて、そこで急にあの目隠しとるみたいな感じの、そういう感じの初対面で、なんか怖いとか嫌いとか思っとったんだけど、なんか
あの結局触れ合わんといけんくって、触れ合ってみたらマジで可愛い可愛いって感じになって触れるようになったんですよ。だからどこ行っても爬虫類を見てメンバーがキャーって言ってるのを見て、私は可愛いっていう感じでね、もうねどうしてもねラブ、爬虫類ラブ。え、カエルは分からん、カエルはおらん、分からんけど、ヘビオッケー、トカゲオッケー、あのカメレオンオッケー、イモリオッケー、ヤモリオッケー、カマキリ無理。結果仲良くなった。ワニは接触、食べられたくない自分。もう全然 OK。 食べるの、食べる食卓に出てきたことがないけな。セミは無理、ダメ。セミは昔は大丈夫だったんだけどね。え、みんな食べたことある？爬虫類。私ないんだけど。ないよね。え、てか私今日ラジオがあって仮眠しようと思ったんじゃけど、もういいや。ちょっと今からでもお風呂に入ってこようと思うんだけど、突然だけど。なんかさ、急にさ、私ショールームで天井見たりさ、こうやって行ったりするじゃんか。なんかさ、イモリとかヤモリの話したり、とかゴキブリの話したりとか、そういう話したらなんかどっかにおらんかなってね、探してみてしまうよね。うん、まあ、ちょっとでも仮眠取れたら取るわ。みんなありがとうございました。うん、いや見えないよ、何もお化けとかそういうのに全く見えないけどね。入ってくるね。みんなありがとうございました。では13位、エドウィックさん。12位、赤いココアさん。11位、ナッカーさん。10位、フセンさん。9位、ハイケイさん。8位、ステックさん。7位、マキマキさん。6位、モヤトロさん。5位、ロックさん。4位、ノッシーさん。3位、カープズキシくんさん。2位、竹村万希さん。1位は甘み魂さんです。ありがとうございます。皆さん、配信見ていただきありがとうございました。寝ないでくださいね。この後1時半からラジオを頑張ります。1時半から4時半までラジオ頑張ります。バイバーイ、またね。